ぱりそこはせーの桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香です。ということで、今日はレッスンがだいぶ夜遅くまであって、多分その配信できる時間が今しかなさそうだったので、今ちょっと短めに配信をしたいと思います。ねえ、ここ2日間ぐらいなんか花粉がなんかひどくて、めちゃってほどでもないんですけど、ちゃんと薬飲んでるんですけど、ちょっとね、それで今花粉でちょっと熱っぽくなっちゃってて、そうだからちょっとこの後レッスンまでちょっと寝ようかなと思って。そう、なのでちょっと今短めに配信をしたいと思います。なんかすごいね、花粉がね、えらいこっちゃ。なんだろうね。うんな。はい。うん。あったかいのは嬉しいんだけどねってね。でも今日めっちゃあったかくて気持ちよかった。風があったかかったもん。吹いてる風が。そう、だからあったかーと思って、あー気持ちいいと思って歩いてたけど、でもなんだろう、昨日の方が大西花粉やばかったから、でも今日はなんかちょっと特に喉に来て、鼻なんかね、なんかたまってそう。なんかそう、花粉ね、なんか熱出ちゃうんですよね、大西。見て、午後の紅茶美味しい無糖のミルクティーってあって、今コンビニ行ってなんじゃこりゃと思って買ってきちゃった。ミルクティーで砂糖ないのって珍しくない？鼻ティー、うん、まあいいか。飲んでみます。いただきます。うわ、あ、すげえ。すげえ。すげえ。本当に甘さがない。なんかミルクティーイコールさ、まあ、甘いものっていうさ印象がさついてるからさ、なんかびっくりって感じ。なんだろうね、なんか大西が想像してたのが、なんかなんだろう、なんかタピオカミルクティーってあったじゃない。なんか普通にコンビニとかで売ってるミルクティーよりタピオカミルクティーのミルクティーってなんかちょっと味違うかったりとか、
なんかあれなんだろうね、紅茶味が強かったのかな、なんかなんかちょっと違う印象だったんですけど、そんな感じなんかなってなんか勝手に思ってて、これ本当になんか本当に紅茶にミルク入れましたよって感じ。ミルク味がこれはとっても強い気がする、牛乳って感じ。でも牛乳もさ多少甘さあるじゃない、その甘さもないからなんかそう牛乳の甘みもない、なんだろうな、うん本当に甘くない。すげえ。あでもなんかすっきりしてるから飲みやすいね、なんか口に残んないわ。すげえ、なんかすごいです、よければぜひ。美味しいのって、どうなんだろう、これはこれでありかなってすごい思うけど、お西はなんだろう、普通のミルクティーよりかはごくごくは飲めるけど、そう普通になんだろう、お西あんまりジュースをガブガブ飲む人間ではないんですけど、ってなるとすごい飲みやすいから、逆にだからなんていうの、レッスンの時とかでも残んないから、結構ガブガブ飲める系の。でもなんかミルクティーとはまた別物って考えた方がいいかもね。うん、これをミルクティーとして買ったらなんかあれかも。でもこれはこれでお西すごく好きなので、無糖のミルクティー、うん素晴らしい。そんなに違うのって、うんいや飲んでみ、甘いのが好きな人は多分やめといた方がいいと思うけど、うんもうね、甘いの好きならうやーってなるかもね。無糖お西はすごく飲みやすくて好きです。ねなんか面白い、でもこういうの面白いよね、コンビニとかで面白いのあったら絶対買っちゃう、絶対とは言わへん。おもろって思って買っちゃう。うん。髪伸びたな。そう。昨日はトムさんの卒業公演でした。もうトムさん AKB じゃないんだね、変な感じ。ねえ、本人もまだ時間湧いてないのかな、昨日全然実感湧いてないって言ってたけど、実感あるって、お西は実感ある。うんね、いやでもトムさんのアイドル人生の最後の瞬間に一緒に入れて嬉しかった。うん、ねお姉さん、チーム K のお姉さんがいなくなっちゃったのが本当に悲しいんですけど、うん
でも最後にこうして同じチームになれたのが嬉しかった。なむずむずするちょっとここがむずむずする。俺だってさ、なんかさ、聞くところによるとさ、あれなんでしょ、まだ全然飛んでないんですよ、花粉。100% 中のまだ 5,6% しかなんか飛んでないっていうなんか聞いたよ。えぐいじゃん、もうそんな。もう外出れないよ、そんな。きついね。頭もぼーっとするしさ、熱も出ちゃうしさ。これなんかどうにかならへんのかね。メガネもしやなきゃ。メガネもしたもん。もう花粉をこういかに粘膜に入れないか。なっちゃうね。あ、昨日のアメコミ可愛すぎて泣いて嬉しい。可愛いでしょ。昨日トムさんの公演でやった髪型があるんですけど、せっかく田口チーム系全員が集まれるからと思ってチーム系の髪型、なんかチーム系のイメージが大西あの髪型だったので、編み込みみたいな。そうだからガンガンチーム系感出していこうと思ってあの髪型にしました。そう、ね、あれ全然邪魔にならなくて踊りやすかった、とっても。なんか久しぶりにしたけどあの髪型いいね。あ、イベントのグッズ一覧出てたなってね思った。あのアリゲーターのソロイベントのグッズの一覧出てて、まだ薄井さんマネージャーさんには言ってないんですけど、あーって思ったのがあってなんかタオルがあるんですけど、なんかそのタオル自分で。デザインしたんですね。でなんかきっと今後イベントもやっていくだろうしと思って、今回のイベントっぽいなんかタオルにしたいなと思ってデザインしたんですけど、真ん中になんか今回ロックな感じだったから
こう舌を出したなんかロゴをピッと入れたんですね。なんか自分でこう書いたやつ、それを写真で送ってみたいな、これを何種類か送ったんですよ。でそれを入れてもらったんですけど、西てんってほくろ書いてたんですけど、多分汚れだと思われて消されてた気すんねんけど、わかんない、あのグッズの詳細のやつでしかお西も画像見てないねんけど、完成形これアップにしてんけどさ、あれほくろなくないってほくろそう多分汚れやと思われたのかな言っとけばよかったな、これほくろですっていやでもなんかそう点なんだろうね、そう大西ここにねほくろがあるから、なんかせっかくならちょっと自分らしくしたいなと思ってほくろ書いたんですけど、多分汚れとみなされてしまいました。今見てきたけどないねって、そうなそうでしょ、ないでしょ、だからあの自分で書いてあのみんなペン持ってる、あのそうあのおのおのでつけてもらっていい、あのほくろそうちょっとねあのぜひゲットしていただいて、あのほあ大西がなんか薄井さんに送ったのもあのじゃあツイッターとかでなんか載っけてみるから、それをあのちょっと見本にしてちょっとセルフでほくろつけといて、あでもこれいいね、このアイディア、これがこれでいいじゃん、そうあほくろないやと思ってでも多分もう多分ね作っちゃってるから水さんに今言ってもなと思って言ってないんだけど、うん、そうなんです、なのでぜひよろしくお願いいたしますということでですね、15分できたかな、ちょっとレッスンまで休んでこようと思いますので、じゃあランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ、1位ゆうちゃんありがとうございます、イエイ、そして2位がハギハギアットマークももちゃん大好きさんありがとうございます、イエイ、そして3位がチンアットマークアメリカの大西軍さんありがとうございます、イエイ、そして4位がサトチアットマーク大西軍さんありがとうございます、イエイ、そして5位がケイジさんありがとうございます、イエイ、そして6位が KITT さんありがとうございます、イエイ、そして7位が黒柴のりこてんさんありがとうございます、イエイ、そして8位がようちゃんのゆうももち大好きだよさんありがとうございます、イエイ、そして9位がエイトさんありがとうございます、イエイ、そして10位がキョウイさんありがとうございます、イエイ、そして11位がライオン丸さんありがとうございます、イエイ、そして12位がおやちゃんありがとうございます、イエイ、そしてラスト13位がさとまるさんありがとうございました、イエイ、ありがとう、そしてあれかな、1位の方かな、あ今日もあれ残ってるわ、ギフト1位の方だ、ありがとうございます、じゃあ読んでいきたいと思います、いきますよ、ゆうちゃん、ゆうちゃんゆうちゃんゆうちゃん、くまタワーかな、くまタワーありがとうございます、ありがタワー、イエイ、ありがとう、ピンクだピンク、ありがとうございます、ありがくまーん、ありがとうございます、
皆様も本当にありがとうございました。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。では、じゃあレッスン休んだ後に頑張ってきます。バイバーイ、ありがとうございました。またね、バイバイ。